山系チャンネル。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、山師です。今日は小学校 1,2 年生に国語の力をつけるためにこれだけはやってほしいとか、そういったことを皆さんにご紹介したいと思います。小学校 1,2 年生って言ったら、ね、国語で、まあ、幼稚園とか保育園とかでね、まあ、本を読んだり読んでもらったりとかはあるとは思いますが、ね、実際自分でね、しっかりした文章を読んでいくっていう作業をね、まあ別のところでご自宅以外とか、まあ、そういったところでやっていく作業になってきます。なので、まずですね、ご自宅に もしね、国語が苦手と、ね、思われる方は、帰った時にやってほしいことは読み聞かせとか、あと今日起こったこととか、出来事を、まあ、短文でもいいので、今日はサッカーをした、今日は野球をした、で、これじゃあ誰が野球したのっていうのをお母様お父様方がね、ちょっと補助をしてあげるというか質問をしてあげる、でそれで正しい文章になるまで、ね、誘導してあげる、ね、ことをしてください、ね、読み聞かせをすること、ね、で読み聞かせをしなくても自分でできるよっていうことは、音読の方が読み聞かせよりは本当はいいです。ただ読み聞かせをしないと本を読んでくれないなっていう方はぜひね、読み聞かせをやってください。で自分で読める方は音読でプラスアルファですね、ね、お母様とかに、やっていただきたいことが、接続詞しかしとかでもとか出た時に、その部分をちゃんとね丸つける習慣をつけておいてください。はい、でこれが、一番大事で、作者の、意図とか、その出てくる登場人物とかの、ね、まあ、気持ちとかが、そのしかしとかでもとかな、後ろに来やすいんですね。なのでそういったところを注目する力をつけることによって、ね、まあ、この文章読解とかができやすくなっています。はい、であと作文とかは先ほど見たように短文を作ることもいいですし、何かね、例えば今日、ゲーム2時間とか、なんか単語をなんか何個か与えてあげて作文を作る練習とかね、そういったこともしてあげると文章を書く力にもう本当に力づいてきます。なのでこういった作業、ね、小学校 1,2 年生さんでもできる作業で、できたらなんですけど、まあ小3小4が一番メインなんですが、ね、分からない言葉とかがあったら、まあ、自分で調べる、で、まあ、調べることができない方はお母様お父様方がね、ちょっと、大変だとは思いますが、ね、ちょっと教えてあげる、どういった意味なのか、例文を使って教えてあげるのが一番いいと思います。意味だけバンって与えてあげても使い方が分からなかったら結局、ね、使えないので、例文を与えてあげて、しっかり、教えてあげることをしていただくと、ね、小学校 1,2 年生さんの間は国語はかなりね、国語力が上がってきますので、ぜひこういったことを試してください。はい、じゃあまあ、次中学年とか高学年とか中学校高校のね、国語の力のつけ方を、ね、動画でアップしていきますので、そちらの方もぜひご活用いただければ嬉しいです。それでは失礼いたします。